荒井義賢の荒井です。今回は、デザートムーンバージョン2の、ご紹介をいたします。以前動画にしました、無電源で動くパッシブノイズフィルターのデザートムーンですね。これをですね、ちょっとケースを小さくして作ってくれないかと、依頼されましたので、その、依頼に応えてね作った、機材になります。このように手のひらサイズでね、かなりコンパクトになってます。で、前回のデザートムーンと少し操作性がね変わります。機能的にはまあ一緒なんですが、ちょっとコンデンサーをね切り替えるスイッチが内部にありますので、そこら辺とかね、違いをご紹介できたらなと思います。デザートムーンの、接続の仕方はこんな感じになってます。ギターの出力をですね、エフェクターのシステムの、一番最初に入れてもらう形になります。で、特にハムノイズを拾いやすい、シングルコイルピックアップや、ピエゾピックアップなどの、ギターやベースに対して有効な、機材になりますので、はい。まあハムバッカーでも使えないことはないんですが、まあそもそもノイズが少ないのでね、ハムバッキングとか、あまりね効果がないんですよ。なので、まあシングルコイルのピックアップとかにね、使っていただけると良いかなと思います。デザートムーンバージョン2の中身はこんな感じになってます。前回のバージョンではロータリースイッチで、種類の違う静電容量の違う、コンデンサを切り替えるといった仕組みだったんですが、今回はですねこのようにディップスイッチといいまして、まあオンオフのスイッチが8個ついてます。で、これ全部同じ値のコンデンサです。560ピコファラットですね。これを並列に接続することで、でスイッチをオンオフにすることで、全体のね静電容量を変えて、広域の、ノイズのね削除を、調整できるようにするといった仕組みに変えました。はい。で、回路自体というか、まあ、CR フィルターの回路自体の仕組みは、まあ、前回と同じです。ここに入力と出力の間に1キロオームの抵抗を入れて、出力部分のホットとグラウンドの間にこの静電容量コンデンサを入れることで、ハイカットフィルターを実現してます。で、560ピコファラットなので、まあ、並列コンデンサを並列に接続すると単純な足し算で計算できますので、8×560 で4480ピコファラットまで、静電容量を、ね、変化させることができます。はい。まあ、前回、1万ピコファラットはちょっと大きすぎだったという実験結果からも、まあ、これでも、ね、十分4000、まあ、約5000ピコファラットですかもあれば、まあ、十分、ね、ノイズフィルターになりますので、かなり使い勝手はいいんじゃないでしょうかという形です。ただこのねケースをいちいちね外さなきゃなんないので、調整するときはそこだけが問題かなとは思いますが、とはいっても一度ね決めちゃえば、まあほとんど変えることはないと思いますので、まあ、こういったね仕様で使ってもらう形になります。で、エフェクターボードのね隙間に入れるというご依頼主の方はお話だったので、まあそういったねかなり狭いスペースでも入るんじゃないかなと思います。で、こんな感じでエフェクターの真裏につけてもね収まる、こういう風に収まる小ささなので、かなりね、自分自身も作っていいなと思いながら、はい。ということで、もしねご希望あればまた制作いたしますので、概要欄からねメルカリページご覧になってご連絡いただければと思います。で、このスイッチはですね、まあ、手でなんとかできなくもないですが、こういったマイナスドライバーでちょっとオンオフをしてもらえるとやりやすいかなと思います。で、ここ順番別に何もありませんから、オンになってる数をかけてもらうと、560×例えば4個オンになってたら4っていう感じで計算してもらうと、静電容量は計算できます。まあ、計算してもあまりね、理論通りに、広域フィルター、ハイカットフィルターの計算通りにはならないので、まあ、とにかく、このオンオフをね切り替えてもらって、その音を出しながら様子見ながら、このスイッチをね決めてもらうっていう使い方がいいと思います。